モットチャンネルをご視聴いただいてありがとうございます。モットです。今回はトリマーとストレートジグ、トリマーガイド、これをメインで使って細組み加工をご紹介します。細組みはノコとかのみを使ってやる方法がメジャーですけど、トリマーを使うとすごく簡単にできます。それでは動画スタートします。いかがだったでしょうか。細組みのやり方はトリマーを使う手順としてもいろんなやり方があるかと思うんですけど、その一つとして参考にしていただければと思います。今回の動画が参考になったなと思われましたら、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。